お腹が空いたらモンスター。こんにちは、ルシアン佐藤です。私そう。このディーデリバリーさんのアンバサダーに就任したんですけど、うちのお家のエリアでなんかね、ちょっと変なものがデリバリーできることに気がついて、今日はそれをもう注文してね、実はもう目の前にいるんですけど、今日はそれを食べてみたいと思います。でですね、何を頼んだかというと、レア肉デリバリー八兵衛さんっていうところで、ワニを、ワニ頼んでみました。オーストラリアではね、最近ね、ワニを食べるらしいんですよ。普通にクロコダイルだそうです。で、養殖場で養殖されたワニを食べるみたいです。ワニ肉は高タンパク低カロリーで、さらに上質なコラーゲンを含んでいますだそうです。なんかオーストラリア国内で養殖管理されているらしいです。なんか絶滅危惧種らしいんですけど、きちんと管理されたもと養殖されているものが出荷されていると。今日私が買ったのはね、まずワニテール肉の天ぷら。まあなんか普通の天ぷらっぽいよね。次、ワニタンの串焼きとワニテール肉の串焼き。なんかテール肉はすごいジューシーらしいです。タンはコリコリらしい。どっちがねテールでどっちがタンかわかんないんだよね食べたらわかるかな。次、これがワニタンのスタミナ焼きです。焼肉みたいな香りがする。確かにね、ワニって言われなかったらなんかんトントロかなみたいな見た目をしてる。でね、最後がね、ラスト1個あるのがワニの手羽から揚げ前足。よろしい？足がついとるんですよ、持ち手のところに。あの手がこういうのがいくよ。ここが、ここに手があるんですよ。はい、今日はこのワニのフルコースをですね、食べてみたいと思います。どんな味なんだろう。はい、とりあえずご飯を用意しよう。さて、ご飯も用意したし、いよいよ食べてみようかなと思います。いただきます。え、どれからいこう。ワニタンのスタミナ炒め。匂いは全然そんななんか強くはない。いただきます。ん、めっちゃ柔らかいです。でね、お肉自体がめっちゃ淡白なのかな、全然なんか癖を感じない。なんかこのスタミナ焼きの味が強い。ご飯が進む。うん、なんかね、タンなのにすごい、なんだろう、程よく脂が乗っててね、なんだか柔らかくて美味しいですうん、次はどうしようかな。天ぷらいきます。こっちが今度ワニのテール肉の天ぷらです。こんな感じです、一切れが。うん、タンに比べて若干テールの方が歯ごたえがあるのかな気がする。うん、すごいジューシー。なんだろう、鶏天とも違うんですよね。ちょっとハード、鶏天とかに比べて食感がだし、結構脂が乗ってる。見た目はほんとなんかね、真っ白なんですよ、お肉が。イカの天ぷらみたいな見た目してる、身がね。うん、食感もイカっぽいのかな。うん、次がワニタンの串焼きとワニテール肉の串焼き。テールから。うん、なんだろう、豚串みたい。塩コショウだけなんですよきっと。あとレモンかな、レモンちょっとかかってたんですけど、全然これで食べれるって本当に臭くないからだと思います。全然なんか獣みたいな香りがしない。うん、
うん、結構噛み応えはある。次タン、タンさっき柔らかかったんだよね。うん、柔らかい。うんとね、ぼんじりみたいな感じがするタン。テールよりタンの方が断然柔らかいですね。うん、今まで食べた動物のタンの中で一番柔らかいと思う、これ。串2種類もめっちゃ美味しかった。最後こいつか。今までのはさ、ワニ感なかったじゃないですか。めちゃめちゃワニなんですよね、これ。すごい、爪とかもあるもんね。あ、私が食べているのはワニなんだなっていう感じがする見た目なんですよね。ちょっとじゃあ、ワニの手羽から揚げです。うー、なんかまた今まで食べたのと食感が違うぞ。なんかね、地鶏のブリブリ感みたいな食感です。結構歯ごたえがあるお肉。うん、え、どこまでの、どこまで食べれるんだろう。うわ、すごい、骨が太い。うん、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。ワニフルセットタンとテールとテパ、はい、食べてみれば本当にめちゃくちゃ美味しかったです。はい、なんかこう手がね、こうついてるから余計になんかこうワニをいただいたなという感じがしまして、本当に命をいただきましたという感じでした。はい、美味しかったです。なんかね、コラーゲンもたっぷりでタンパク質も高いっていうことなので、女の人に実はおすすめなんじゃないのかっていう気がします。みんながなかなかチャレンジできないものもね、ちょっとこの動画で食べてみようかなと思ってます。はい、それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見ていただいてありがとうございました。今回はワニだったんですけど、他にもね、レアなお肉とかレアなお魚とかお野菜とか見つけたら食べてみたいなと思います。バイバーイ。